こんばんは。30分ぐらいですが、しまーしゅ。今日ニヤニヤ止まらないんだけど、どうしたらいいんだろう。今日もちいかわまた。そうだね。いや、ありがとう。みかんさん。あとありがとう。あとじゃない。かわいい、ありがとう。今日はダメですよ、私。今日は私ダメだ。大学生さん、姫、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。かわいいですか？ありがとうございます。ありがとう。かまちゃん？どうしたん？うん、なんかね、ニタニタ止まんないですよ、今日。今日はね、よくないですね。ニヤニヤしちゃう日ってない？今日がそうです。ニヤニヤしちゃう日。今日たくさん話してね、ありがとう。話してくれ、ありがとうございました。ありがとう。いって。いや、それな。ガチ、ガチ、ガチ、今日はもうめちゃくちゃ気をつけようと思って。どうも、気持ちは。いや、もうマジで、マジで、本当に。いやいや期からニヤニヤ期です。本当に。やばい。スマホリングです、なっちゃんからの。ワンの可愛かった、ありがとう。ふたさん、お疲れ、ありがとう。ありがとうございます。背中リボン、あ、そうですよ。女の子に持てるのはどうなんだろう。ありがとう。今日も目の保養だった、ありがとう。嬉しい、来てくれて。ふたさん、可愛い、ありがとう。ちょっと犬つけてみた、しょりさん、姫、ありがとう。お疲れ様です。30分ぐらい配信しますね。ああ、回復ってたまらない。犬めっちゃ好き。あ、わお、スイス系女子。アワビと話してエネルギーチャージされました。よかったです。お手、シューリーさん、だるまありがとう。キャワ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 。いつかの構図じゃん。ペットにしたい、ありがとう。今日撮ってなくて頭抱えてます。なんで、なんで、なんで来てくれなかったの。皆さん、さん、ありがとう。あの、スカイ、ありがとうございました。ありがとう。チュール、チュール。今日めっちゃ美味しいさ、わらび餅食べてめっちゃ美味しかった。ガチ美味しかった。世界で一番美味しかった。ハウスなんかさ、あのゴールデンウィークのさ、ショールームのやつ、マンゴーとかのやつ達成したらもらえるやつ券いただきました。券いただいたので、マンゴーじゃないけどメロンにしたけど、メロン一玉と松坂牛と、あとね、もう一個、あと海鮮の、あれ、海鮮のやつとか あった。焦った。このうちお弁当食べれなかったって話してた。どういうこと。ほら、嬉しい、ありがとうございます。少量にたくさん応援ありがとうございます。うわめたくさん。なんか送る人送らない人すごいあれになってしまった、ごめんなさい。広島なんかな、この。チーズルチーズル。新しめの動画ではない、いや、新しめ、え、昨日かな、昨日上がったやつかな、レイクレさんのラップのやつ。めっちゃ笑いから見てほしい。え、私だけなのかな、私のツボに刺さってるのかな、わかんないけど、ガチで笑いから見てほしい。めでられて幸せかみしめてます。お、やったね。オンラインでもゲームできたの。お、スペイビ最高。川又家に送りました。
一玉届く、楽しみ。いい、チャリ旅は確実に面白い。終わった人検索してた。終わった人面白いですけどね。そう、デイクレイさん、デイクレイさんのラップのやつ見てほしい。でもマジで一人で笑ってて一人で笑っててリネちゃんに何笑いよって言われてって言われました。結構多分みんなにバレてるぐらいニヤニヤしてたのも見てください。第2弾3回見ました。ありがとうございます。おりこちゃんのやつぜひ無料で見られるらしいので、知らなかったら無料で見られるの見てください。ぜひ。でしょさん、ハタありがとう。読んだかな、わかんないけど、ありがとうございます。見てね。ああ、ラップでドライブです。そうそうそう、サングラス作れますね。何も見えないみたいだけど見えるようにね、改善しますね私が。ありがとうってくれて、作ってくれて、何もライオンって言われました。見てほしい。マッシュルまだ見てない、見るね。エリちゃん結婚してありがとう、今日お話が来てくれてありがとう。エリちゃんに会えてハッピーガールでした。ありがとう、今日も素敵でした、大好き、ありがとう。こんばんは。あとね、プレゼントでね、いろいろいただいたんですけど、手紙とかいっぱいもらったりとかしたりしたんですけど、またポケモンのソード&シールドの拡張パックのパラダイムトリガーの箱が届いた。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。あんまり箱見せないでおこう、隠しとこう、お家狙われちゃうから。あとね、いっぱいこれも届いた、嬉しい。ファンの人がね、開封しないでくださいって書いてくださったみたいでね、開封されてなかった。あと見て、クワスのやっちゃう、めっちゃ可愛くない、これクワスのあのスマホポコってやるやつ、めっちゃ嬉しい、可愛い。あとこれも撮れた。あともう一枚入ってるのは誰だろう、楽しみ。とクワスのねポーチ、え、ガチ可愛いんだけど、クワス可愛い、しかもバナナ持っとるし可愛い、いっぱい使います、ありがとうございます。戦えるね、うんうん、むい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 、ガチで可愛くて声出た、え、ガチ可愛いよね、クワス置いとこう。今日ね、ナーミョンとお話しして、ナーミョンとねお話しして、ナーミョンニャオハが好きなんだってっていう話をした。そう、ナーミョンとかあのなんかちょっとお隣で座るときに、それでちょっとお話結構して楽しくやって嬉しいだけ、一緒にゲームやろうねって約束した。どう、何タイプ、私何タイプだろう、何タイプだろう、私何っぽい、フェアリーにしようかな、勝手に。これでゴーストとか言われたら、ゴーストフェアリーって言われてた。フェアリー水、ありがとう。草タイプ、草なんだね、すごいよねこのポーチ、どこにあったやろ。氷冷たいよ私。うん、あ、ミミッキュー、うーん、やった、じゃあゴーストフェアリーにする。アンピは草ですか、ありがとう。カズキン結婚してありがとう、カズキン久しぶりお話できて嬉しかった。私最後に髪の毛めっちゃいいと言ったんだけど、聞こえてたかな、ギリギリぐっくりギリギリ駆け込みギュギュギュ駆け込み乗車しちゃったんだけど、聞こえてたら嬉しいな、めっちゃ良かったよ。ありがとう、おりこちゃんのメガネも最高、プレゼントもありがとうございます。何の耳、犬の耳、今日
今日はそんな可愛い姿だったのね、ありがとう来てくれて。明日雨降るのかな。あ、そうなんですか。わお、聞こえなかった悲しい、うん、ありがとう。まるさん、姫かけ10、ありがとう姫、今日来てくれてありがとう、最高の報告をありがとう来期もいっぱいありがとうね。ママが喜んでたよ、すごいすごいたくさんやってくださったんだねって、その最近こんだけやってたらしいっていう話をしたらびっくりしてた。エスパータイプ、私ミズフェアリー、ミズフェアリーにしようかな。あ、レインコートコーデしないんですよ、しないよ、なかった。バッチェルチェルチェル、これか。なんかさ、今日さ、めっちゃさ、みんながさ、電波悪いってみんなが言ってた。こっちが悪いんじゃないって思うぐらい、みんな電波悪いってみんな言う、みんな言ってた、みんな見えない画面があって。5月はあなた来金かかしさげました、ありがとうございます。太鼓、今日電波すごい快適だった。人によるんか、人によるのか。あ、レインコートしないんですよ。なんかね、ココナちゃんにもらったドレスみたいなのを着ますね。ぜひ楽しみにしててください。Wi-Fi 切ったらどうにかなった。あ、そうなんだ。まゆさん、レンボスターありがとう。パワーワンワン。タラタラさん、ありがとう。他のグループお話変わった。関係あるのかな、どうなんでしょう。自分が映ってなかった。あ、そうなの？私途切れ途切れだったよ。来期に登録してるアドレスに連絡来るのかな？かな？ケン、結婚してありがとう。いっぱいお話できて嬉しかったです。ありがとう。明日も来る？楽しみにして、またくさん CD ありがとう。びっくりびっくりすぎる。同い年なのか、とびっくりした。ありがとうございます、ありがとう、やばすぎるやばい、ありがとうございます。7階の屋上でも電波2本だったから、自分の場合は自分のせい。屋上だったのかナイトプールは悪くないでしょ、全然悪くない全然悪くない。来期燃えてるアンピちゃん、え、なんかさ、今日さ、燃やしていいですかって聞かれましたその人燃やされたのかな、わかんないけど。グロージ、結婚してありがとう。なんで今日も明日も会いに来ないんだよ。なんか6月4日楽しみしてます。今日も停電停電ありがとう、ずっと尊くいますねメンテナンスしてました。あ、そうなの、車の聖地アンピ城が燃えてるのは悲しい、切ない。私姿勢悪いからね、姿勢を良くしないと。こうしたらいい、こんばんは、お疲れ様さん、結婚してありがとう、ありがとう、お疲れ様さん、いつも配信見てくれて嬉しいだけ、ありがとう。叩かないで、背中、お小顔見てこんばんは、7月までお話できなくて枕が涙でいっぱいです。あら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 、いっぱいだね。おきさんのコスプレね、あれですよね、したですか、お
コピーが可愛いからです。うわ公演楽しみます、楽しもうね。ボーリング全員分かりましたボーリング全員分かりましたよ。やっぱりお話し会でした納得しなするな。こんばんは、めっちゃ可愛い、やった、ありがとうございます。こんばんは、ボーリング全員アンピーズ、そう、そうでしょそうですね、そうですね、好意を持って、好意を持ってって言い方おかしいですけど、私のチームアンピー優勝できそう、みんなみんなね、ボーリングみんなか知らないけど、今日そう教えてくださった方はボーリングもう全然やってないよって言ってたから、そうし私もやってないし別に優勝目指さないから大丈夫ですよって言いました。そうですね、スペイベなので目的はそちらなので大丈夫ですよ私がいきなりスイッチ入っちゃったらごめんね何のスイッチ入るか知らんけど、今日アンペの夢見る予定、うわありがとう、見てね絶対。倍率のボーリングの倍率高そう、確かに、こんなに可愛い子がいたんだね、ありがとうございます。ポケモン、ポケモンね、いいね、お買い物客いいね、ポテンシャルで勝負するね商品がタワマンだったら全然めちゃくちゃガチガチでやるよ、お前ちゃんとしろよっちってやりますねそうね、楽しみましょうね。他のレーンの人たちが投げれなくなれば、おー怖い怖いちょっとね、スイッチとかですって言われたら、あ別に楽しもうって感じだけど、タワマンだったらちょっとやるぞって感じでタワマンは誰しも欲しいじゃないですか。いやガーターとか投げたら、うんねもうねですねボコボコの点点点になっちまいますね。普通のマンションの最上階ってタワマン2階にするならどっちに住む？あーでもそれだったら最上階に住みたいかも、なんか高いところに住みたいっていうあれなのでまあ景品とかはないと思いますよ。ルルル、逆のご褒美、いやご褒美じゃないからお話しかありがとうございました、ありがとうプロボウラー庭付きの平屋が欲しい、あ分かる、いいよね確かに。ガター投げたらアンナがこうやって帰ってこれないでしょごめんね。スマホ、あタワマン、タワマンに配達行ってるけどスマホ電波逆に悪いって、それは嫌、嫌嫌嫌嫌ですね、確かに嫌ですね。ガレージ欲しい、あーね男性方って車大好きですよ、車大好きですよ言い方がおかしいですけど、いいですよね車。優勝したら好きなスイッチのソフトだったら頑張っちゃう、頑張っちゃう純粋だから純粋だからね、美味しい
テラスタルはね、今ねポケモンがテラスタルするんですよ。なんかここにね宝石がボーンってきてテラスタルってなるんです。安否がいれば電波なんていらない。純粋とは、あー純粋とは何でしょうね。純粋とは、純粋とは、アイさん、タカありがとう。アヒルみたいな、これがねクワスっていうポケモンです。今の中心、中心なんか知らんけどはい、御三家です。御三家ですよ。自動車運転解禁はいつになりますか。卒業したらですね。優勝したら水着グラビアとかないですかね。あるわけないじゃないですか。おこです、おこです。クワスの頭はさ髪の毛なんじゃない。なんかさボサボサになるじゃん、クロみたいな感じでやるから。多分帽子、帽子じゃない、髪の毛ですね。はい、で結婚式をした時送迎でリムジンに乗った。えー、すごい、いいね、いいですね。圧がってきてるえ別に今圧は食ってないですよ。クワス可愛いよね。そうだよね。安否のアバターゲットありがとう。ああ、私最近そのタイの刺身を食べたって言ったじゃないですか。あれ愛媛で食べて BLT の撮影をしてきたわけ。 BLT さんの撮影をしてきました。そう、メールで送ろうって、ツイッターで送ろうかなって思ってたけど、ツイッターであげようと思ってたけど、お話し会とかぶってちょっと、うーん、ずっと迷いがちました。香川じゃないんですよ。愛媛、愛媛、うん、愛媛です。島で撮ってきました。楽しみにしててください。いつ発売かも私知らなくて、タイメス食べれてないんですけど、おすすめ食べたり、え、でもタイメスっぽいやつ、タイメスじゃないけどタイメスっぽい釜飯みたいなの食べて、1400冊買わないと。みんなスクショしといて、これこれスクショしといて、買ってくれるんだって。1104冊水着じゃないですねでも海ちょっぴり入りました。で日焼けして私は病みました今も病んでます。結構今ね、私昨日だと、もう本当にダメで、ダメダメで、っていうのは本当にその撮影で日焼けをしたのをすごくすごくすごい、今もちゃんほら日焼けしてるじゃん。もうそれすごい嫌で病んでて、一昨日なんか死ぬほど病みましてそうなんですよ。でもでもね、そう、楽しかったので。日傘で撮影してるから日傘させないでしょ。そう、一人で撮影して、サイアンと一緒じゃないですね、ソロなんですけど。そうですね、日焼け止めたくさん塗ったし、スプレーもしたんですけどね、だからもう日焼けしたって言われたら私は結構怒りますあ、日焼けしたって、なんか私が日焼けしたって言って、あ、日焼けしたんだはいいんですけど、え、アンピさん日焼けしたよねって言われたらちょっとイラってします。絶対もう結構自分の中でもう本当にはぁっていうポイントなのでそう。雷さん可愛い、ありがとう。
でも楽しい撮影だったから、あのね、海にも入りましたし全身は入ってないですけどそう、楽しかったらぜひ見てください。かみどりさん、かわいい、ありがとう。そうなんですよ。うさぎの島じゃないですね。どこだっけ、なんかね、あ、なんとかみ島ですね。ノアミョン、隣緊張したごめんねでもね、私も緊張してた、すごく。どうしようと思って、ずっとニクニクしてた。ニクニクしてた。せっかく変化に気づいてくれたのに、もう本当に嫌です。私は日焼けをしないっていう今年の目標を掲げてたんですよ。女の子難しいじゃないですよ。日焼けをしたのは誰だって嫌じゃないですか。日焼けをしたくてなんかそういう行くっていう人もいるじゃないですか。じゃなくて私は日焼けをしたくないとずっと根拠をしておりましたので、すごくショックでショックなんですよ。こんがりだね。 OK、 OK だと思って言ってる。ゆうまさん、好き、ありがとう。 ST48 2期生川本アナです、ありがとうございます。別になんかその顔まで海に使ってないから日焼け止めが水に強いやつとかどうとか関係ないから。大三島です。それそれ、海冷たかったけど海っていいなって思いました。髪切ったら気づかないですが、日焼けは気づくタイプです。よくないよね。年から年中君が好きだ、ありがとう、好き、飾りありがとう。ドラ焼きついてる、光合成できたと思います。お世話になんだ。魚泳いでたよ。山に行く私でさえ日焼け嫌だよね。日焼けやりたい人もね。これから夏始まるからまだ迷惑そう。なんでそんなこと言うの。もう、うーん私のこの苦しみを。私は個人的にね、私は個人、なんかそのなんて言うんだろう、やっぱやめよう。海の照り返しが一番しんどい。あーそっかそうだね。魚見て、あ、魚いるなーって思いました。魚いるなーって思っただけですよ。聖地になった、みんな行ってね、行ってください。ワンちゃんかな、そう、犬です。もう大嫌い。もう大嫌い。アンの専属の日傘持ってるお仕事した。ケンニュース、いっぱい話したのにありがとう。もっと話そうね。こんな可愛い子が広島にいるなんて。よろしくお願いします。麦わら帽子ね。犬ありがとうね。熱帯魚派。あ、そうなんだ。何が好きなの。熱帯魚の中でもいろいろあるじゃん。早く私ピーナッツに会いに行かないと。ピーナッツもいなくなってるかも。ピクルスも会いに行かないと。ピクルスピーナッツ、お試験に会いに行かないと。明日も会いに行けない。ワンちゃんやばいです。
分けてあげたくなってる。嬉しい、分けて。グリーンネオテトラとか群雄する、うん、土日ピンチだよね。それ直すけん、ウレピーナッツちゃん、ウレピーナッツちゃん、ピーナッツとピクルス早く会いたい。通ってます。2日通ったどうしよう、もういなくなってたら話しかけられる店員さんにでいてほしいな。話しかけられる店員さんいてほしい。でもね、一回対応してもらった店員さんはもう気まずいから、もう抱っこしてもら、抱っこできないじゃん。だから話しかけやすくて、かつかつあの前対応してくださった方じゃない方いてほしい。もういるかな、どうだろう、いないか。飼ってる魚の前でお話、え、見たい見たい。なんかさ、写真でとかで見たことあるけど、実際で見たことないか、見たい。集団で固まって泳ぐ魚が好き。そうなんだ、いいね。透明感すごい優しい、ありがとう、好きアンピンズの家にいる可能性センター分け連番そうですね別にセンター分けが嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないですよ、本当に。ペットショップでセンター分けの人は話しかけづらいよねっていう話で別にセンター分けは好きですよ好きですよ、好きですよ好きですよ誤解を生む言い方になってしまったけど、でも好きですよって言ってもなんかさ、なんて言ったらいいんだろう、なんかさ、そのペットショップの人が好きだったのでみたいな言い方になるから難しい、難しいんですけど、なんだろうね髪下ろさないで。センター分けも2パターンある。あ、そうなんですか、どんなパターンですか。ルーさん付き、ありがたい、ステイホーデート2期生かまたんなです、ありがとうございます。ニュアンス難しいね、ね、なんて言ったらいいんだろうね、初見に抵抗あるとかじゃなくてなんで、やっぱ話しかけやすさっていうのは人それぞれあるじゃないですか。この人には話しかけやすいなとかあるじゃないですかやっぱおしゃれな人って、あ、ちょっと違うなと思って話しかけづらいじゃないですか。あ、高嶺の花だみたいな、そう、それそれそれおしゃれだった、おしゃれだったそうですよ。でもメガネしてないんで分かんない、コンタクトしてなかったので分かんないですけど、そのうん、ファンの話じゃないでしょ、ペットショップの店員さんのタイプとかじゃなくてそうじゃなくて、今の気に入り、そう、2匹安否なんだけど、どういうこと必死フォローしてるとかじゃなくて、なんだろうなんだろうな、自分がどう思われてるか気になってるやつ。え、話しやすい。靴あんま見ないかな。センター分けおしゃれじゃない。え、そうなんですか、おしゃれじゃ、おしゃれですよおしゃれですよ。え、そうそうそう、違うよ、ペットショップの店員さんがセンター分けだから話しかけられなかっただけでその髪型に抵抗があるとかではないですよ。そうそうそう、そのワンちゃんを抱っこしたいけど飼う予定もないワンちゃんを抱っこしようとしている私に、そのセンター分けを店員さんに話しかけられるかどうかっていうということですよ。だから私が飼う予定だったら声かけられた、でも飼う予定じゃないから声かけられなかったそれだけですよ、
そういうこと、わかる？わかってよ、みんな。そういう意味じゃないんだって。わかるでしょ、言いたいこと。わかった？わかった？買う予定じゃない服に、服、これ、このサイズありますか？みたいな。試着して、買う予定もないのに試着していいですかって聞こうと思うじゃん。その時にめっちゃちょっとなんだろう、髪ぐるぐるでめっちゃおしゃれな人に声かけますかってことむちゃくちゃ分かった、分かりました。苦手じゃないですよ。スーパーでじゃ女の店員さんとか並んでそう。私ね、うん。アスパーソンハート100ありがとう。ありがとうございます。毎回かけてもらえないってこと？おしゃれだからね。でも優しい雰囲気が出てますよね。そう、買わないのに抱っこさせてっていうことで、センター分け待ってますよ皆さんの。前髪切りました、ちょっと前に。そういうことだよ。分かったか、分かったか、みんな分かったか。話すか、お疲れ様、ありがとう。フォローが必死。言い訳を言う、言い訳というか、こういうことを伝えると、フォローしてる感じになっちゃうよね。なっちゃうだけ。優しいとかじゃないよ。いや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 。違いますよ。どんな髪型も素敵だよねっていう話ですよ。言い訳して、言い訳ジャムズさんポップアップ大阪でもやるみたい。え、そうなの、行きたい。そう、東京行けなかったから行きたい。お話し会、センター分け待ってます。気づけないかもしれない、やってても。そうね、優しさを出してるかどうかよ結局は。違うんですよ、その店員さん悪口じゃないですよ、悪口じゃないけど座ってたんですよ、なんかレジのところで座ってたんですよ。だからより話しかけづらかったんですよっていう、そもそもの問題が。立ってたらまだわかんない、若干。怒ってないですよ。なんで怒る、怒ってるってなるんですか。うーん、今怒った。久々オンライン話しかけ参加してみたいけど緊張して参加待ってます、待ってます。やんたろうさんラブレターありがとう。あっちゃさんラブレターありがとう。楽しみしてます。優しくない、そんなこと言ってない、ごめん、好き、あ、ありがとう。お金出さんのお菓子食べるじゃないよ。ということでね、ということでね、無事になりましたね。もうちょっとで終わりたいと思いますよ。怒った、ダダゴネアンナです。こんばんは。松松さん可愛い、ありがとう。わかったか。みんなわかったか。保育士さん。わあ。みんなじゃがいも、みんなじゃがいも。ありがとう。ハイボーとか言って、なんだよこいつ。なくした、泣かされた。ポテチに加工されます。ポテチ好き。発表会、あ、誰泣かされたんや。うん、メイクイン、あ、いいね。
泣いちゃった。可愛かったら OK です。俺らが悪いみたいや。あ、目薬刺さないと。何があった？そうね、何があったって感じよね。泣かされたんです、ファンの人に。え、大丈夫？あ、ね、泣かされました、ファンの人に。アナちゃん泣かせた。鏡がなくて泣いちゃう。鏡。鏡がないよ。鏡のマジどこ行ったんだよ。危ない。助けてみんな。わーわー。ああ。ちいかわ。え、今日さ、ちいかわさ持ってあったわ。ここに隠してた私。わあ。今日はダメだ。危ね。キルカム抜かれたら負けるわ。にぎやかな。僕だって泣いちゃうよ。なおともさん、ありがとう。くるまさんさん、くまちゃん、ありがとう。ありがちゃん、くまちゃん、めちゃくちゃ可愛いな、ありがとう。などさん、ありがとう。泣かないで。みのるさん、タコありがとう。タコかけじゅありがとう。ミスターさん、パチパチありがとう。やめてよ。パチパチやめてよ。そういうことが子供やん。楽しかい、楽しかった。泣かしていた、手あげなさい。先生、おうって書かれちゃった。おう、見えるか、ほら、泣いておる、泣いておる。楽しかったね、楽しかったね。あ、垂れてきた。嬉し泣き。明日慰めに行きます。猫するなら誘ってくださいよ。なんで来なかったの？どうしたの？ファンの人に脅されました。脅されました。目すっきり。そうね、目すっきりしました。ゴルフさみまだしてないですね。嘘泣きじゃない、嘘泣きじゃないよ。終わります。仕事だった、猫見たか。仕事お疲れ様、また会いに来てね。猫あるよ、ご褒美猫だよ。ご褒美猫味を、仕事を頑張ってた人は。いい職人技。あ、かわいい、ありがとう。マリさん、オツさん、ありがとう。生えてきた、生えてきちゃった。嬉し泣きさせたくなってきた。させてみろ。
ご褒美ください。いやピンでくっついてますね。可愛すぎる。やった、ワンワン。三田さん可愛い、ありがとう。ワンワン、あん、あん。何かあるの？何もないです。見返りは求めちゃダメですよ。カズキンさん可愛い、ありがとう。にゃにゃ。今日は本当にそろそろ終わりたいと思います。見返りを求めてたんです。よし、明日もあるからね。明日も楽しみにしてます。早い、ベイマックスなんて一生もベイマックス大好き。笑わせるので最高。笑いすぎて涙出ちゃうかも、いつか。ゆっくり休んでください皆さん。ではありがとうございました。明日も楽しんでいきます。スクショタイム。トイストーリー好きだよ。明日はね、コーナちゃんにもらったドレスのやつ見ますね。あ、見ないと見ないと、2時に更新か。じゃあ明日見るわ。見ますね。ではありがとうございました。今日も配信を見てくださりありがとうございます。たまきに説明参加できる、あ、ありがとう。では壇上見ます。いっぱいスクショできた、満足。わお、大好きな人ポーズお願いします。あ、これピーナッツちゃん明日も会えない、悲しい。元気でね、ピーナッツちゃん。絶対頑張ったよ。頑張って、何を頑張るのかは知らないけど、昨日、なんかさ、TikTok でさ、たまたま見たんですけどね、広島で、なんかね、なんだっけ、これ、さ、なんかさ、こうやって髪をさ、バンって叩くやつあるじゃん。あるじゃないですか。あれをやってくださいみたいな、JK に頼むみたいな、なんか TikTok やってる人いるんですよ。最近やし、本通り行った時見かけて、すごい、ふわーってなった。なんか有名人に会った気分になりました。TikTok って、あ、ハリセンだ、ハリセン、ハリセン、ハリセン。 TikTok ってすごい影響力だなって思いましたね。なので皆さん TikTok もご覧ください。そしてオリコちゃんの動画もぜひ無料で、あのファンクラブじゃない方も見られるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。こんばんは。はい、いっぱい見てください。やったの、やってないでしょ、通りかかった。ではアンナに、アンナにハリセンしてもらうスピーピーがあったらぜひ待ってます。では壇上見ます。13位松太郎さん、12位しおりさん、11位おつさん、12位かずのりさん、9位大輔さん、8位愛さん、8位かずきんさん、6位なおともさん、5位ミスターさん、4位おかっぴさん、はい、ポケモンサランさん、スキピ、2位ミノルくん、ミノル、ミノル、スキピ、1位マルさん、大スキピー、ありがとうございます。皆さん今日一日いい一日を過ごしてたら嬉しいです。おりこちゃんのペンライト今日まで、ああ、ありがとう。グッズぜひ、おりこちゃんのペンライトのフィルムみたいなやつぜひゲットしてください。ではありがとうございました。今日楽しかった、よかった、お話できて嬉しかったです。魅力的なメンバーがより認知されますように。ありがとう、嬉しい。皆さんありがとうございます。配信を見てくださり、フライングハイしないで。フライングハイ警備員なので。ではありがとうございました。またねー、バイチャラポ。おやおやすみ、今日もよろー。
はい、しないで。めっちゃ楽しかった、ありがとう。プルルさらに向こうへ、プルスルトラ頑張っていきましょう。おやすみなさーい。ナダムさん、かわいい、ありがとう。ありがた、あがとうショコラ。ハートありがとう、シングさん。では、高圭さん、めっちゃかわいい。ありがとうございます。レモスタンもありがとう、パワー。ねえ、はい、死なないで。で、ありがとうございます。はい。